はい、こんにちは、高野です。今日はですね、これです。 Fire テレビスティックシリーズ、2023年の11月9日現在発売されているモデルがこれになります。この4つですね。今回はですね、この4つのモデルのスペックの比較をしてですね、この Fire テレビキューブはちょっと物が別格なので、これはまた別でこの Fire テレビスティック 4K とですね比べてどうなるのかっていうのはまた後日別の動画で紹介しようと思います。 Fire テレビスティックってたくさん種類が発売されてて、ちょっとこんがらがっちゃう時が結構あるので、まず整理をしてみますね。まず最初にですね、2015年の10月に Fire テレビスティックの第1世代が発売されました。で、次に2017年の4月に第2世代が発売されまして、その後2020年の9月に第3モデルが発売されました。これが今現行のモデルですね。2023年11月現行のモデルです。で、Fire テレビスティック 4K に関しては2018年の12月に第1世代が発売されました。それが2021年の10月に Fire テレビスティック 4KMAX の第1世代として、これモデルチェンジになりました。この 4KMAX の発売と同時にこの 4K は発売されなくなりました。で、2023年の10月に Fire テレビスティック 4KMAX の第2モデルが発売されました。これが現行モデルです。と同時に Fire テレビスティックの 4K の第2世代、これが現行モデルですね、が発売されました。で、Fire テレビキューブに関しては2018年の6月に第1世代が発売されましたけど、これは日本未発売です。で、2019年の11月に日本で発売されたのがこの第2世代のモデルです。で、2022年の10月に第3世代が発売されました。これが今現行のモデルですね。 Fire テレビスティックってもう2015年から発売されてて、もういろんなね、第何世代っていう風にいっぱいこう出てるので、こういう風に一回整理をしてみたら結構頭がすっきりしたんで紹介してみました。で、発売されているこの4機種を比較していきます。まずこの表をですねご覧いただきたいんですが、ここ Fire テレビスティックはちょっと文字が長いので FTS っていうふうに略してこう記載をしています。で、これは標準価格です。これ Amazon のセールとかで結構大幅に値引きがあったりしますんで、もし買いたい場合はですね、通常価格で買っちゃうとちょっともったいないんで、セールの時に買った方がお得です。で、今回新しくなったこの Fire テレビスティックの 4K と 4KMAX の第2世代、この2機種がそれぞれ第1世代とどう変わっているのかですね、をちょっと比較した表がこれになります。まず Fire テレビスティックの 4K の第1世代と第2世代の違いですね。この表はブログでもレビューをしますので、そのブログに載っけておきます。 URL は概要欄をご覧ください。で、こっちが Fire テレビスティックの新しい方、第2世代ですね。で、こっちの右側が第1世代。価格が500円上がってます。あとはこうリモコンがですね、第2世代と第3世代で変わってて、本体サイズ。本体はこれですね。Fire テレビスティックの本体ってこれなんですよ。これちっちゃいやつ。これ Fire テレビスティックの第3世代の本体ですね。この大きさです。この HDMI 端子は省いたサイズを今記載しています。で、大きな違いは、メモリが 2GB と 1.5GB、ここが上がってますね。あと Wi-Fi が 4K の第2世代の方は Wi-Fi 6に対応しています。 Bluetooth のバージョンも上がってますね。他はこのビデオフォーマットに AVI っていうのが追加されたぐらいで、あとはですね、もうほぼ一緒です。で、システム要件、 4K の第2世代は Wi-Fi 6になったので、 Wi-Fi 6を使いたい場合は対応のルーターが必要になります。で、次に 4KMAX の第1世代と第2世代の比較ですね。左、こっちが第2世代で、右側が第1世代になっています。で、価格がこれドーンと上がって3000もアップしてます。最大出力は 4K ウルトラ HD で一緒で、リモコンがですね、第3世代からエンハンスドっていう新しいリモコンに変わりました。これ後でまた紹介します。本体サイズは一緒で、重さがですね、若干軽くなってますね。で、プロセッサーは新しい方が 2.5GHz になってて、 GPU もアップしてます。で、ストレージもアップしてます。メモリは一緒で、アンビエントディスプレイっていうのがですね、新しく、搭載されました。これについても後で紹介します。
で、Wi-Fi は Wi-Fi の 6E トライバンドに対応して、よりですね、つながりやすくなりました。Bluetooth は一緒で、あとは入出力端子とか、オーディオとかですね、ビデオフォーマット、出力はほぼ一緒です。Fire TV Stick 4K の第一世代を使っている人は、特に買い替えて大きなメリットはないかなって感じはしますね。で、4K Max に関しては、リモコンとそのプロセッサと GPU が変わっているので、動作とかの快適さがですね、結構アップはしていると思いますので、4K Max 持ってってまた新しく9980円出して買い替えるっていうのは、どうだろう。今の状況に不満がなければ買い替える必要はないと思います、こっちも。で、この4機種が現在発売中のラインナップですね。Fire TV Cube はまだちょっと使ってないんですけど、この3機種はですね、実際使ってみて、ここの間にですね、動作の大きな壁がありました。最大出力はもちろんフル HD と 4K、ウルトラ HD で違うんですけど、プロセッサがですね、共にクワッドコア 1.7GHz で、で、GPU もそんなに変わらないからですね、この2つの動作はそんな変わらないのかなと思ってたんですけど、実際使ってみたら、サクサク感がですね、全然違いました。リモコンを操作した時に、その動作についてこれないことがですね、よくあります。一方のこの Fire TV Stick の 4K、これに関してはかなりですね、動作がサクサクなんですよ。リモコンのボタンを押した時に、その動きについてこれないっていうことがですね、あんまりなくて、とっても快適に使いました。実際に使ってみて、このスペック上ではですね、表現できないこの体感の使い心地っていうのがですね、よくわかりました。で、この Fire TV Stick の 4K と 4K Max、この違いはこのリモコンと、CPU と GPU と、アンビエントディスプレイですね、と Wi-Fi。あとはもう大体一緒です。実際に使ってみたら、ここの違いはですね、ここも面白いことに、このね、2つの差をですね、感じることがなかったんですよ。逆にこの Fire TV Stick 4K の方が、なんかですね、最適化がむちゃうまくいってるのかどうかわかんないですけど、この3機種の中で一番快適だったのが、この Fire TV Stick 4K だったんですよ。これがね、ちょっと不思議。これ後で実際に動かしている様子をですね、お見せしますんで。で、Fire TV Cube に関しては、価格がですね、4K Max から1万円アップしてます。で、リモコンはエンハンストで、プロセッサーはオクタコア。GPU はちょっと低いですけど、内蔵スピーカーを搭載してて、あと Wi-Fi は6で、で、これリモコンだけじゃなくて本体にも内蔵マイクがあるので、本体の内蔵マイクで音声認識もできます。あとですね、やっぱり拡張性が高いですね。HDMI の出力と電源ポートだけじゃなくて、HDMI の入力ポートとかですね、赤外線、あとイーサネットポートもついていますんで、拡張性はこれが一番上です。あとオーディオとかビデオフォーマット、出力とかは 4K、4K Max とあんまり変わりはないです。ほぼ一緒ですね。で、この Fire TV Cube に関しては、また後日、この 4K と 4K Max、この3機種で比較をしてみたいと思います。次はですね、この Fire TV Cube はちょっとまた別の日にやるとして、この3機種ですね、これを開封して、この前に 4K のモニターがあるので、それに接続をして動作とかをですね、試してみたいと思います。 Fire TV Stick の第3世代はもうこれ開けてあるので、このままで Fire TV Stick の 4K の第2世代と 4K Max の第2世代を開けていきます。なるので名前を書いておきましょう。同梱物は大体一緒ですけど、このリモコンの大きさが違うのと、こ
じゃあ今度ボタン、このチャンネル選択ボタンと、設定ボタンと、あとこの最近のアイテムボタンがついてます。第3世代のリモコンはここにへこみがあるんですけど、エンハンスドはここにへこみはないですね。こっちが 4K の第2世代で、こっちが 4KMAX の第2世代です。これとこれは大きさは一緒です。重さも一緒です。これとこれは同じ第3世代ですが、ここに配置されているボタンの種類が違います。これは販売時期とかですね、最近はボタンもなんか選べるようになってますんで、それによってこれはちょっと違います。でこっちがエンハンスドですね。でこれが本体ですね。 Fire TV Stick の第3世代はちょっと角張ってるのに対して、 4K と 4KMAX の本体はちょっと丸くなってますね。ここに電源の端子があります。マイクロ USB ですね。 HDMI と書いてます。で HDMI の端子があります。接続方法はすごく簡単で、これがですね 4K のモニターです。まあ、テレビとかでもいいんですけど、 HDMI 端子があるテレビとかのモニターが必要になります。このモニターの場合はここに HDMI の入力端子があるので、ここにこの Fire TV Stick の本体を差し込んで使います。で周りにこんな感じでケーブルがごちゃごちゃしている場合は、この延長をここに差して使います。でこの延長ここにこうやって接続して使います。で電源はこの横の端子ですね。はい、これでいいです。で端っこを電源アダプターに接続をして、コンセントに接続して使えば設置は完了です。周りにコンセントがない場合はモバイルバッテリーでも動きます。この Fire TV Stick はスティックタイプのストリーミングメディアプレイヤーです。この Fire TV Stick で何ができるのかというと、まずですね、こういったプライムビデオとか Netflix、まあ、こういったですね豊富な映画やビデオを大画面で楽しむことができます。でこの Fire TV Stick は Amazon の製品なので、プライム会員にならないと使えないんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思いますが、これプライム会員にならなくてももちろん使えます。まあ、ただそのプライム会員じゃないと、このプライムビデオの作品はもちろん見れないですし、あとはこうやって Netflix の会員だったら Netflix でログインすれば使えますし、 YouTube だったらもちろん無料で使えます。このプライムビデオの見放題独占配信中の作品ってここにあるんですが、これは Amazon プライム会員にならないと見れないです。特にですね、最近はちょっと前からあってたこのザ・ボーイズってやつがですね、これすげえこれグロいんですけど、これめっちゃ面白いです。グロいのが大丈夫な人はこれおすすめです。ジャック・ライアンもね、まあまあ面白いです。あとね、この力の指輪とか、これが結構話題になりましたね。あとは普通にこういった日本のドラマもそうですし、映画や海外ドラマも見れますし、あとはこのライブでプライムビデオチャンネル、アベマ、Hulu とかダズーンなどのニュース、スポーツ、バラエティ、ドラマ、将棋など、さまざまなジャンルのライブ配信コンテンツを見ることができます。あとはですね、Spotify。Spotify を使うには、まずダウンロードしてください。アプリストアを開きますね。Spotify とかですね、あとは Amazon Music。おすすめのプレイリスト、晴れた朝に聴きたい洋楽を再生します。おお、こんな感じで Amazon Music も普通に再生ができます。今これテレビのモニターのスピーカーから出してるんで、音はちょっとチャチですけど、まあ外部スピーカーとかにですね接続をして使えば、かなり迫力のある音楽を楽しむことができます。あとゲームも確かできたはずなんですけど、まあ、アプリとゲームってやつもあるので、まあ、こういったテトリスとかもダウンロードして使うこともできます。でこの Fire TV Stick はこの iPhone とかをですね簡単にミラーリングができます。ミラーリングするときは、このエアレシーバーっていうですねアプリ、これ確か有料で300円くらいだったかな。で今起動した状態でiPhone のミラーリング、この上のやつですね、 AFTSSS-7 ってやつがあるんですけど、これ Apple TV になってますけど、これを押すと
うん、すぐミラーリングができます。まあ、若干遅延はありますけどね。簡単にミラーリングができるので、これも便利です。とあとですね、ウェブブラウジングもできます。僕これあんま使わないですけど、このシルクブラウザーを使えば、これ Amazon が開発した独自のブラウザーなんですけど、デフォルトの検索エンジンが Bing になってますね。あ、結構大きな画面でできますね。これで見る人いないと思うけど、ブラウザチェックちゃんとしないとダメだな、これ。あ、でもちゃんと見れますね。なんかディスプレイの調整とかを最初のやつすればもっと見れると思います。次はスペック比較をします。再起動とアプリの起動にかかる時間をそれぞれ計測します。あとはホーム画面でのスクロールの速さ、あとサクサク感ですね。あと 4K 対応作品の画面の美しさを比較したいと思います。まず再起動しましょうか。再起動するときはこの設定の My Fire TV のこれですね、再起動。で、あの画面がたまに動かなくなったりする場合があるんですよ。その時はこの選択ボタンとこの再生一時停止ボタンを長押しします。うん、で再起動が始まります。じゃあもう一回ちょっと時間を計測するために再起動してみますね。もう一回ですね。再起動いきます。再起動します。はい。結構早いと思う。この 4K Max の第2世代のリモコンはこれエンハンスドで、ここにね設定ボタンがあるんですよ。この設定ボタンを押すと、ショートカットメニューが出るんだ。これだったらスリップも簡単にできますね。で、設定に行きたいときはこの設定行けばいいってことですね。あ、楽々。結構楽になりますね。設定に行きたいときは。再起動します。プライムビデオのアプリを起動します。ポチ。はい。早くない？で次ネットフリックスを起動しますね。はい。はい。ちょっと時間かかったなこれは。最初はちょっとネットフリックスは遅いですね。これ全部 4K で作ったやつなんですけど、結構今見た目は綺麗に映ってますけど、 4K の解像感はあんまないですね。 Fire TV Stick の第3世代の場合はここがですね HD1080p になるんですよ。解像感もあんまり良くないですね。全然違う。めっちゃ綺麗 4K。 多分これカメラ越しじゃ分かんないと思うんですけど、もうフル HD と比べ物にならないぐらいこれ綺麗です。
高精細な感じがですねすごくするんですよ。今ですね HD1080p ってなってますけど、これしばらくするとこれがウルトラ HD に変わるんですよ。今ここほらウルトラ HD に変わったじゃないですか。これが今 4K で再生されている状態です。これ 4K 作品もですね、やっぱ 4K モニターがある人はもうぜひねこの 4K のバージョンで使ってみてください。全然ね映像が違います。画質はねさっきの Fire TV Stick 4K の第2世代と一緒ですね。いやでも本当 4K は綺麗ですよ。あとホーム画面のこのスクロールの感じ、ちょっともたつく感じはありますね。めっちゃサクサクやん。Fire TV Stick 4K とそんなに変わんないかな、スペック的にはこの Fire TV Stick の第3世代が一番こうモサッとしてて、このね 4K の第2世代と 4K MAX の第2世代、これがね、まあ、あんま変わらないぐらいかなって感じはしました。なのでこの3つのうちでどれを買おうかなって迷ってる方の場合は、 4K のモニターとか 4K のテレビを持ってない方はですね、この Fire TV Stick の3第3世代でいいと思います。ただまあ、 動作がですねちょっともたつきが結構あるので、よりサクサク使いたい人の場合は、この 4K のですね第2世代モデルが一番いいかなと思います。でこの 4KMAX の第2世代に関しては、僕の中ではこの 4KMAX はそんなに必要性を感じないですね。スペック的にはこの 4KMAX がボーンと一番上なので、もう本当この2つの差もですね、価格以上の差があるのかなと思ったら、価格ほどの差はほとんど感じませんでした。で Wi-Fi 6に関しても、これ Wi-Fi 6に対応してて、これ Wi-Fi 6E に対応してるんですけど、以前通常の Wi-Fi から Wi-Fi 6にルーターを変えたんですけど、正直ですねその差が全然分かんなかったです。なのでこの6とか 6E とかいろいろありますけど、6だから 6E だからって言ってそんなにね差は僕は感じてないので、今から初めて Fire TV Stick 4K を買う人の場合はこの 4K の第2世代モデル、これがマストバイ、一番おすすめだと思います。あ、そうそう、このですね 4KMAX の第2世代に関してはアンビエントディスプレイ、これですねに対応したんですよ。設定とかで何かあんのかな。あったあった、アンビエントディスプレイ、これこれこれ、今まではこの壁紙、こう動く壁紙とかがですね表示されてただけなんですけど、天気とよく使うスマートホーム、ああなるほどね、ミュージック、今日の予定、リマインダー、あと付箋ですね。ああこういうのが表示されるんだ。まあ、基本的にこの Fire TV Stick を使ってて、こういったスクリーンセーバー的な感じでこの画面を表示させておくっていうことが僕はないので、正直ですねこのアンビエントディスプレイはそこまでグッと惹かれるものは特にはないです。まあ、今まで Fire TV Stick で常にこんな感じで壁紙とかをですね表示させてたって人は、アンビエントディスプレイはちょっとカスタムが可能になったのでメリットはあるかなっていう感じはしますね。最後によくある質問を4つほど紹介しておきますね。まず1つ目、プライム会員じゃないと使えないんですか。これは先ほど動画内でも言いましたように、プライム会員じゃなくても使えます。ネットフリックスだけに加入してるって人でもですね使えます。次2つ目、毎月費用は発生しますか。 Fire TV Stick をですね買えば、利用するための毎月の費用とかはかかりません。ただし Amazon プライムビデオや Netflix などのサブスクの動画配信サービスを利用する場合はその分の費用は発生します。で質問3つ目が、無料では何が見られますか。これはですね YouTube とか ABEMA の無料で見られるもの、
とあと TVer ですねなど、まあ無料で利用できるサービスはもちろん無料で見られます。質問4つ目、見終わったらシャットダウンは必要ですか。Fire TV Stick にはですね、先ほども言った通りシャットダウンはなくて、スリープがですねその代わりになっています。見終わったらテレビやモニターの電源を切るだけで OK です。意図的にスリープしたい場合はリモコンのホームボタンを長押しして表示されたメニューからスリープを選択できます。エンハンスドのリモコンの場合は設定ボタンを押せばスリープが出てきますのでそれを押せばできます。あと画面が固まったりとかしてボタンが反応しなくなったりすることがたまにあります。その場合は強制再起動をリモコンでできます。再生一時停止のボタンと丸いボタンの真ん中の選択ボタン、これを数秒間長押しすると勝手に再起動しますんで、それで強制再起動ができます。はい、最後までご覧いただいてありがとうございました。Fire TV Stick のですねシリーズの中であれば僕がおすすめするのは断然この Fire TV Stick 4K の第2世代モデルです。価格とあと動作のサクサク感を考えた時にこの 4K の第2世代が一番バランスいいなと思います。 4KMAX の第2世代とかはですねそんな必要ないかなっていうのは僕は思いました。まあ、その他購入前にですねわからないことがある場合はコメントに書いていただければお答えできますのでお気軽にコメントしてみてください。で次はですねこの Fire TV Cube、これとこの 4KMAX をですね比べようかなと思ったんですけど、この 4K の第2世代モデル、これも意外とサクサク動いてたんで、この3つのモデルで動作比較とかですねスペックの比較をやってみたいと思います。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わります。バイバイ。